はい、皆さん、こんにちは、ゾンビ先生です。いや、今日はね、ボードゲーム実況ということでやっていきたいと思います。本日遊んでいくゲームはこちら、ゴキブリポーカーというね、このゲームでございます。で、今日はですね、ゾンビ先生プレイヤーではなくて実況をやろうということでですね、プレイヤーとして学生さんが4人集まってくださいました。それぞれちょっとね、自己紹介いただこうと思っております。さあ、まずはじめにこのゆうとさん、はい、お願いします。ゆうとさんです。よろしくお願いします。はい、ゆうとさん、ゆうとさんまでで名前なんで。そうですね、さかなくんさん的なやつですから。そうです、はい、雲大好きなんで、雲をいっぱい使いたいなって思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、ゴキブリポーカーというゲームなんですけど、雲が出てくるのかなという感じでございます。はい、じゃあ次ね、京花さん、お願いします。はい、海中コレクターにならないように頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。このイラストは何かな。これはゾウです。お目々がちょっと大きすぎるような気がするけど、ゾウかな。はい、かわいい、かわいいね、かわいいゾウさんです。京花さんです、よろしくお願いします。じゃあ3人目ですね。3人目はハルルさんです、お願いします。はい、ハルルです。みんなの心を読めるように頑張ります。はい、お願いします。今ね、ハルルさんだけなんか拍手が遅かったんで、ちょっと気になりましたけどもね。うん、はい、まあ、人の心を呼ぶゲームということでね、やっていきたいと思いますよ。はい、じゃあ4人目、アソちゃんさんです。アソちゃんです。はい、さっきのテストプレイで勝ったので、気分よく頑張ってやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ね、テストプレイで勝った人本番で負けがちっていうの結構ボードゲームあるあるなんですけど、これは何ですか、この絵は。これはもう完全にゴキブリです、ね、ゴキブリね。こんな方向かな触覚こんな方向かなと思うけどゴキブリポーカーね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ルールを知らないっていう方もいらっしゃると思うんで、ここはですね、今ね、このプレイさせていただいているのは近畿大学の近くにあるセブンゴールドというボードゲームカフェなんですけど、そちらの店長の岸谷壮司さんですね。はい、どうもこんばんは。こんばんはかわからないですけど、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとルールの説明をね、していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、まあ、ゴキブリポーカーという、まあ、ゲームになりますので、まあ、あのカード実際にですね、まあ、机の上に並べながらちょっと説明したいと思いますので、はい、はい、8種類のカードを使って遊ぶゲームになります。8種類、はい、並べていきます。ハエです、はい、ハエ、ネズミです、ネズミ、はい、カエルです。カエル、虫なのか。はい、まあ、害虫害獣を、まあ、ね、はい、押し付けるゲームになります。で、サソリです。サソリ、はい、コウモリです。大盛りね、はい、で皆さん、まあ、大嫌いカメムシです。カメムシ、はい、それから、こちらクモですね。はい、怖いですね、八本足なんでね。はい、はい、で、最後その理屈で言ったらタコ怖いって感じ。ゴキブリになります。ゴキブリ、はい、これ、はい、ゴキブリポーカーっていうんですか、ね、まあ、主役ですね、はい、はい、この8種類の、カードを使って遊んでいくゲームになります。はい、でゲーム全体の目的としましては、誰か1人負けを決めるゲームになります。負けを決めるゲーム、はい、で負ける条件2つあります、はい、1つが大事、同じ、この害虫ですね、害虫害虫を4枚集めてしまうこと。4枚集めてしまう、はい、1人のプレイヤーが4枚集めるとその人の負けになってゲームが終了します。はい、はい、もう1つは、このゲーム、手札を使っていくんですけども、手札を出さないといけない場面で出せなくなっても負けになります。お、はい、なので、まあ、皆さんこちらの条件ですね、満たさないように頑張っていただきたいと思います。い、はい、ではですね、あのゲームの遊び方の説明をしていきます。お願いします。はい、ゲームはですね、まあ、こんな感じで他のプレイヤーに、見えないようにですね、い、はい、あの手札を持って、スタートしますと。で手札の中から1枚を選んで、はい、はい、まあ、これはまあ見せないです、まあ、今回はまあデモのためにちょっと、まあ、これカメムシです ね、はい、実はカメムシ、はい、なんですが、うん、このカードを1枚、はい、どなたかプレイヤーの前に差し出します。とりあえずアソちゃんに、はい、で差し出しましたら、はい、このカードが何であるかということを差し出した人は宣言します。お、まあ、本当はカメムシね、はい、本当はカメムシ で、うん、でこの場合、私が例えばこれはゴキブリです
ドジったとします。嘘です。はい。まあ嘘なんですけども、で出された型は選択肢3つあります。3つある。はい。一つは、これが、ゴキブリですって宣言する。あ、だから言われたように、はい、言われた通りであると。はい。もう一つ、これはゴキブリではありませんと宣言する。はい、あ、ゴキブリかゴキブリじゃないかでいいんですね。そうです。ゴキブリかゴキブリでないかです。うん、はいはい、はい、はい。言われた動物かどうかですね。うん、はい。3つ目、わかりませんです。わかりません、ありですか、はい、それゲームにならなくないですか、大丈夫ですか。はい。わかりませんの場合は、またそこから、分岐していきます。おお。はい。なので、じゃあその3つのパターン説明していきます。はい、まず、じゃあこれはゴキブリですと言った場合ですね。うん、そしたら、ちょっと言ってください。はい。これはゴキブリです。はい。はい、では、言わされてるっていう。はい。ではですね、カードめくってみてください。めくってみましょう。はい。カード違うやん。はい、これはね、ゴキブリではなかったです。うん、ということは、間違えたのはゴキブリですと言ったアソちゃんさんになります。言わされた。はい。なので、このカード、アソちゃんさんが獲得することになります。なるほど、なるほど。獲得というとなんかいい気がしますけど、はい、この場合はダメなんです、はい。押し付けられます。押し付けられます。はい。うん、なので、この場合ですね、アソちゃんさん、間違ってしまった。はい、なので、まあ、責任としてこの害虫を集めてしまうということになります。なるほど、なるほど。はい、じゃあ次ですね、これめくっていただいて、じゃあゴキブリじゃありませんと言ってください。そうですね、はい、ゴキブリじゃありません。はい、はい、じゃあめくりましょう。ペラッ。およく分かりましたね。すごい、もう人の心を読めた、ね。はい、ゴキブリじゃないじゃないですか、はい、ということは、通販番組みたいになってるけど、はい、このカードをですね、出してしまった人で見破られてしまったので責任としてこの虫を引き取ります。こっちに、ね、出した人の方に行くと。はい、はい、その通りです。はい、では第3の選択肢の話。はい、はい、このカードですね、うん、分かりませんと言ってください。はい、分かりません、はい、分かりません。そうか、はい、分かりませんと言った場合は、宣言した人、そのカードを密かに見てください。お、見ていいね。見ていいです、はい、あ、自分だけ見てください、はい。まあ、みんな知ってるけどな、はい。で、それでですね、確認していただいたら他の方の前に、うん、そのカードまだ見てない方の前にそのカードを差し出します、うん、はい、これはるるさん、はるるさん、はい、でその時ですね、カード、何の害虫であるかっていうのを、宣言し直してもらいます。お、はい、で、この時、前と同じゴキブリって言ってもいいですし、まあ、本当のカメムシって言ってもいいですし、また別のカエルとか、まあ、そういう嘘をついていただいても構いません。なるほど、なるほど。はい、で、ここでですね、この場合、最初にカードを出した私も、はい、もう関係なくなってます。そうか、そうか、そうか、そうか。はい、あとは今はこのアソちゃんさんとハルルさんのですね、うん、勝負になっ、勝負になってると、はい、でここでハルルさんも同じように3つの選択肢があります。そうね、はい、その言われた害獣であるかということをですね、うん、まあその通りですっていうか、もしくは違います、ないっていうか、またわからない、わからないと、お、はい、でわからないとなったら残り2人の方のどちらかにですね、またカードを差し出してっていうふうな流れをやっていきますよ。なるほど、なるほど、はい。でそうやってまあ回していくとですね、まあ、最後の1人になった場合、例えばこうやって、まあ京香さんの次わからないで差し出しました。で京香さんもわからない、はい、で京香さんわからないってなった場合、そしたらもうあとはゆうとさんしかいないです。いない。なのであとはゆうとさんがどちらかを宣言してもらうしかないと。そうかそうか、だからゆうとさんはもうわからないは無理なんです、ね、できないです。もう全員がカード見ちゃってるので、はい、そうね、はい、確かに。はい、でまあ、これで例えばゆうとさんが、まあ、ゴキブリですと、まあ、宣言したとします。これはゴキブリですって言われて、はいはいはい、でめくってみて、まあ、ゴキブリでなかったと。ない、はい、なので、この場合、結局ですね、最終的に、このカードを受け取ってしまった人、はいはい、その方が、また次のですね、ゲームのスタートプレイヤーになります。なるほど。だから今回だと、はい、これゴキブリ、京香さんからゆうとさんにゴキブリですって言って、はい、で、間違ったんですかね、今ゆうとさんがね、はい、間違ったからゆうとさんがカメムシをゲットゲットしてことになって、はい、次は、ゆうとさんの番、はい、ってことね、はい、でゆうとさんもまた同じように、まあ、こう手札持ってたら、はい、いただいたカードはバーに出したままにしていただいて、はい、でまたこの7枚のうちからですね、ね、まあ、7枚、まあ、カードは配り切りになるんですが、はい、まあ、持ってる手札のうち1枚を他のプレイヤーの前に差し出していってゲームを繰り返すと、はい、っていうのを続けていくわけですか、はい、はい、まあ、こうやっていくうちにですね、まあ、最初のうちは、何の、動物が残ってるかっていうのは自分の手札しか情報がないです、うん、はい、まあ、これ全部同じやつ8枚ずつあるんですか。カメムシ8枚、ハエ8枚みたいな感じで、はい、全部ね、8枚ずつあると、
なのでゲームが進んでいくうちにこうやって失敗してカードがどんどん並んでいくので、うん、はい、まあ予想が立てやすくなります。なのでそうかそうかそうか、はい、たくさん出てたらもうあんまりないはずやとか分かってくるわけ。ただしそこの裏をついてさらに嘘をついて騙していくみたいなことができるゲームですので、まあ結局のところまあそのある程度予想はできるんですが、まあ心理戦の要素が強いゲームということになっております。はい、ということで皆さん分かりましたか？大丈夫ですか？はい、じゃあやっていきましょう。はい、ではですね、カード一旦、はい、集めさせていただいて、ちゃんと混ぜとかんとね、はい、うん、自分の手元にね、ゴキブリばっかりとかね、ならないように、うん、この辺のシャッフルのね、シャッフルの腕ももう店長ですね、慣れてるんで。いやね、私まあ結構手先不器用ですけどね。あと、塔が見えませんぞ、これは。はい、まあカードね、そのよくあの上から下にまあ混ぜてシャッフルってやるんですけど、うん、あれやるとあんまり混ざらないので、はいはい、なのでまあこういうふうにまあ山いくつか分けるとですね、うん、なるほどさ、確かに確かに、あのなんかね、あのシュッシュッシュッって食ってもなかなかね、うん、そうですね、また同じカード着てるやんみたいな、あるあるある、はい、あれはですね、やっぱりこうやっていくらか山に分けて、まあもう一度こうやって混ぜると、まあ、いい感じに、はい、混ざったりしますと。ためになるわためになる、この動画、はい、なのでね、そのまあゲームするとき皆さん、まあこのね、カードゲームするときは特にこうやってまあ混ぜていただくといいと思います。はい、はい、ではですね、まあ、カード4人のプレイヤーに配っていきますと。お願いします。まあ、こちらはね、セブンゴールドというボードゲームカフェでございます。ボードゲーム最近流行ってるんですけどね、なかなかこう買うとなると結構高かったりとか1個あたりねしますんで、こういうボードゲームカフェ来るとね、手軽に遊べていいんじゃないかなというところありますね。場所がね、もう近畿大学東大阪キャンパスのまっすぐ近くにありまして、まあ、ゾンビ先生も結構ね、ご飯食べによく来るんですけど、ここは、ね、ご飯とか飲み物とかもね、あったりします。さあ、と言ってる間に配られました4つの山にカードが分かれる、1人あたり何枚あるのかな、はい、全部で64枚ありますので、はい、16枚ずつですね。16枚ずつ、ちょっとね、確認してみてください。皆さんどうだ、自分の手元にどんなカードがあるか、はい、最強デッキかどうかです ね、 そうですね、確認していただいて、あ、何が最強デッキなんか分かんないですけどはい、確認していただきまして、さあ順番を決めようかなというところですけれども、はい、こういうなんかこうね、ボードゲームとかやる時の順番ってどうやって決めるんですか？そうですね、まあゲームによっては、まあ、これこれこういうことをした方が最初のスタートプレイヤーになってくださいって書いてることが多いです。はいはいはい、はい、まあ、ただこのゲームは、まあ最特に書いてなくて適当な方法で決めてくださいということなので、今回は、まあ、せっかくこのゴキブリにちなんで、はい、最近ゴキブリ見た方、はい、から、まあ、始めていきましょう。せっかくなので、そうですね、最近ゴキブリ見た人誰かいますか？あ、いました、ゆうとさん、はい、ゆうとさんが最近ゴキブリに愛された人なんで、ゆうとさんからいきましょう。はい、はい、ではゆうとさん、最初の1枚目の手札ですね、まあ、選んでいただいて裏向きにして他のプレイヤーの前に差し出してください。なるほど。でその時に何のカードであるか、宣言してください。わかりました。さあいきましょう。雲です。はい、ゆうとさんから、はるるさんに向けてカードが雲ですと宣言されました。さあどのように読んでいくのか。最初に雲いっぱい使いたいって言ってたんで、うん、雲です。ほう、本当なのか。おっと、当ててきました、はるるさんが当ててきました。使いたいじゃなくて集めたいじゃないですか。そのようですね。はい、で今回ゆうとさんのチャレンジが失敗しましたので、手番はもう一度ゆうとさんということで、この地獄から抜け出せるかというね、うん、ことでございます。見破られ続けると延々と、まあ、カードを出さないといけなくなって負けるという。そうか、手札がなくなっちゃうという負けもあるわけですね、はい、4枚集める前に負ける場合もあります。そうか、さあどうですかゆうとさん。じゃあカニじゃない。カニはいない。ただこれもね、ちょっと一つのブラフ、ね。なるほど、そういうことか。カニに見えたんですか？そういうことか。はい、これは痛恨のミスか。これは痛恨のミスか。そうね。カニはいなかったな。そっか。
程度すっかな。カニです。カニはいないです。カニはいないです。いるやつではありません。じゃあカエルです。カエルです。いや、分からへん。でも今のが、今のがブラフかもしれん。麻生ちゃんさんに、カエルですね。カエルですというふうに宣言されました。カエルじゃないです。カエルじゃない。どうか。どうか。カエルじゃない。また跳ね返ってしまった。害虫に好かれているゆうとさん。順調にコレクションを増やしていくのか。どうしよう、どうしよう。増やそうとしてないんじゃないですか。ね、寄ってきている。なんで知ってるんですか。じゃあ、どうしようかな。じゃあ、コウモリで。はい、これは誰にでしょうか。京香さん。京香さんにコウモリです。コウモリです。本当にコウモリです。はい、じゃあ、コウモリ。お、信じる。じゃないです。じゃない。おっと、ここでついについに地獄から脱出、京香さんの前にコウモリが並びました。じゃあ次、京香さんですね。京香さんが誰に何を押し付けるのか。麻生ちゃんさんに何だろう。回ってこないなって思いましたか。雲です。雲です。雲じゃないです。お、早い判断が早い。そして本当に雲じゃない。さすが、練習の時に勝つと勝ったというだけある。はい、ゴキブリ並んできました。こちらのハルルさんとアソちゃんさんにはまだ1枚もありません。はい、ハルルさんに対してクモですと。みんなクモ好きすぎやね。みんなクモ好きすぎやでって言ってます。はい、さあこれはどうだ。クモです。クモです。クモです。違った、カエルだ。悲しい。カエル悲しいというカエルは初めて出ましたね、今回ね。はい、今回初めてカエル出ました。まあ1枚目なので皆さんまだまだピンチからはほど遠いかなという感じですね。さて、ではハルルさん、誰に何を押し付けていくのか。悩んでいる。クモです。麻生ちゃんさんにクモですというコールが出ました。クモはまだ1枚も場に出て、あ、1枚出てますね。ここに1枚ある。クモ好きなんだよね。1枚あるけれどもあんまりわからないですね、1枚だとね。これはクモです。これはクモです。おー、見破っていく。すごいですね。ハルルさんのところにカエルとクモがおります。さあどうしますか。ハエです。そう、不敵に笑って麻生ちゃんさんにハエだと言っております。ハエはまだ1枚も出ていない。ハエはまだ1枚も出ていないが、これはどうなんだろうか。ハエです。ハエです。なんでわかるの。おー、すごい。なぜわかる。すごい。なぜわかる。理屈ではない。人間心理の読み合いです。ハルルさん、この地獄から抜け出せるのか。さあ、誰に何を押し付けましょう。はい、京香さんにカメムシを押し付ける。カメムシですよと。さあ、本当にカメムシなのか。カメムシじゃないです。カメムシじゃない。おっと、帰ってきました。この3人のデッドヒート。3対3対3対0です。すごいです。麻生ちゃんさんは全然ね、まだ溜まっておりませんが。終了。お、そこに攻撃を加えていく。クモです。はい、強化さんから麻生ちゃんにクモですというコールがなされました。これはクモです。クモです。お、どうだどうだ。お、ついについに王者。そうそうそうですよ。大丈夫、勝った勝った勝った。もう負け癖ついてるから。そう、もう負け癖ついてるから。はい、麻生ちゃんさんの番、手番になります。初めてですね、これ1枚ね。ゆうとさんに。ゆうとさんにゴキブリです。ゴキブリ、ゴキブリポーカーの花形だ。
ブリいらないんですけど、ね、いらないらしい。ゴキブリですか。ゴキブリです。ゴキブリですか。ね、ゆうとさんのところで1枚ゴキブリがあります。じゃあ信じます。ゴキブリです。ゴキブリです。おっと、うまい。しっかりと見抜いていく。裏切りましたね。あ、逆か間違ったんですね、うん、そして2枚目です。あ、そう、自分か。サソリが2枚目。クモです。これは京香さんかな。京香さんに。クモですか。クモです。京香さんにクモ。これはどうだ。跳ね返ってくると自分が不利という状況ではありますが、クモです。クモ。違った。うまく押し付けて京香さんのカメムシも2枚目だ。さあ、京香さんどうしますか。どうしようかな。まだ1枚アソちゃんね、うん、ゴキブリです。お、アソちゃんに、ね、1枚押し付けた。味を占めたか。ゴキブリだと言っているぞ。どっちだろう。 ゴキブリです。はい、どうだ。お、ゴキブリではない。ネズミです。ネズミ。哺乳類が一体。アソちゃんさんのところには虫はいない。お、ほんまや。両生類と哺乳類だ。だからどうした。さあ、アソちゃんさん、誰に何を押し付けましょうか。そうやね、そうっすね。じゃあハルルさんに。ハルルさんに。ハエです。ハエです。ハエです。これは本当にハエだった場合、ハルルさん的にはダメージだが、どうだ。ハエですと言っています。ハエじゃないです。ハエじゃない。どうだ。ハエじゃない。おお、これでまたアソちゃんさんが追い上げている。急に、うん、急に追い上げて3枚3枚4枚4枚ということで、非常にいい勝負になっている。接戦です。そしたら京香さんに。はい、はい、京香さんに。ゴキブリです。ゴキブリです。ゴキブリですか。そうです。目での勝負が行われています。ゴキブリじゃないですか。ゴキブリです。余計に分からなくなっていないか。これはゴキブリだ。おっと、当ててきた。なんとなんと4枚目、まあ、ただね、重なってはいません。全部1枚なので、まだまだ危険度は低いかなというところですね。この子ね、予選は一方的な感じもありましたが、今回非常に接戦です。ゆうとさんに。ゆうとさんに。ゴキブリです。ゴキブリです。ゴキブリが飛び交っている。ゴキブリコールが飛び交っているぞ。ゴキブリですか。はい、孫ことなきゴキブリです。おー、ゴキブリですか。黒ゴキブリか茶羽ゴキブリかどっちですか。種類は関係あるのか。ゴキブリですね。ゴキブリですか。じゃあゴキブリだと思います。おー、あ、違った。おっと、リーチだ。考え込んだから。サソリ3枚目だ。思い出したのかと思った。ゆうとさん、サソリ3枚目でリーチがかかりましたが、ただね、これもどこにあるか分かりませんから、あとサソリがどこにあるかが分からない。もしかすると残り4枚全部ゆうとさんが持ってるという可能性もあるですね。うん、なのでなかなか分からないところです。はい、ではゆうとさん、誰に何を押し付けましょうか。じゃあ京香さんに。京香さんに。カメムシです。カメムシ。カメはいない。カメムシ。カメムシです。本当だったらちょっと京香さんもリーチになってしまうのか。カメムシ見たことありますか。ありも、どっけ。カメムシじゃないです。今ので何が分かったんだ。おお、そして間違える。カメムシ、リーチ。関係ない質問して両方。ね、そうだ、もうなんか、あんまりこねくり回さない方がいいんじゃないかというね、感じもしますが、はい。では、京香さん、誰に何を押し付けますか。じゃあ、ハルルさんに。ハルルさんに。コウモリです。コウモリです。コウモリはむしろ、もし本当だったら跳ね返ってきたら京香さんはピンチというか感じ。どうだ。コウモリじゃないです。コウモリじゃないという推理。おっと、これは京香さん冒険をして
ハルルさんに1倍押し付けました、しかし枚数的には多いけれども1種類ずつなのでね、これか、こちらのね、ゆうとさんはサソリが、サソリが大好き、ゆうとさん雲好きなんですけどね、というお話でしたけれども、はい、さあどうしますか。お、ゴキブリです。はい、あそちゃんさんにゴキブリです。さあどっちだ。ゴキブリじゃないです。早いね、判断が分かってしまう。しかも跳ね返ってきたら自分が2枚目のやつを出すなるほど、なぜ分かるんでしょうかね。アルゴの説明書あるよ、ここに。はい、ではまたハルルさんの番ですね。ゆうとさん、おっと、サソリです。おっと、ここは、ここは、ここはついに潰しに行くのか。そういうの良くないと思います。そういうの良くないと思いますと言ってますが、これはゲームです。勝てないんで。そうそうそう、これはね、サソリです。サソリだそうです。どっちだ、どっちだ。サソリって何の仲間か知ってますか。エビ？エビ？違う。カニ？カニ？雲です。あ、そうなの？雲の仲間です。知らんかった。多分。本当か嘘かわからない関係のない話がなされていますが。サソリですか？サソリ欲しいかなと思って。うん。集めてるからね。集め。サソリ？じゃあサソリかな？じゃあサソリです。サソリがったー、サソリではないが、もうでも雲好きなんで、ね、そうそう、雲を集めてるって話だったんでね、ようやく本領発揮というところでしょうか。さあでは次、ゆうとさんですね。ゆうとさんは自分がサソリを取ってしまう前に誰かを沈めたい。なるほど、沈めたい。さあどうだ。じゃあ、あえて、あえてね、あえてハルルさんに、ハルルさんにサソリです。サソリお返しや、お返しや。それで帰ってきたら私は死にます。おー、ほんまや、ブラフそういう冒険を犯しているぞという嘘なのか本当なのか難しいところです。サソリです。サソリだと言っています。これは、そのカードはなんだ。いや、サソリじゃない。サソリではない、そこまではないだろう。おー、危ない。素晴らしい、さすがにそこまでのリスクは犯してないだろうというね、読みでしたね。まあ、ハルルさんはね、下手したらサソリを取ったところで大して被害はないこともありますね。さあ、ゆうとさん、どうだ。じゃあ、京香さんに。京香さん、はい、カメムシです。ちょっとまたこれは罪の一手なのか否か。カメムシです。早い、お、違う面白いですね。以上。さあ、京香さんはどうする。ゴキブリです。お、ゆうとさんに対してゴキブリです。ゆうとさんみたいな、ゆうとさんに対してゴキブリですと言っていますが、これがサソリだったら大惨事だ。ゴキブリですか。ゴキブリです。どうして。理由はあるのか。ゴキブリを手放したいからです。もう手元に持っておきたくない、それほど嫌いなんだと。いや、好きですよ、うん、好きだけど、好きだけど手放したいという複雑な、なんか心なんだなという説明ですが。サソリですか。サソリです。ゴキブリですか。ゴキブリです。どっちだよどっちだよ。ゴキブリですか。ゴキブリです。サソリですか。サソリです。カエルですか。カエルです。相手に合わせていくスタイルね。そうですか。小玉ですか。そうですか。はい、そうです。さあ、ど、なんだ。え、なんだっけ。ゴキブリです。ゴキブリですって言った。はい。ゴキブリです。はい。ゴキブリです。さあ、じゃあどっちだ。ゴキブリじゃない。じゃない。おー、じゃない。はい、めくってみましょう。はい。
ほらおお危ない、ほらこれは危なかった、かわしましたね。死ぬじゃん。ゆうとさんはあれですね、さっきやった時もかなり危機察知能力が非常に高いですね。ギリギリのところで持つというタイプですね。はい、京香さんいかがでしょうか。何でしょうかな。こちらはるるさんはハエが2枚ですね。はい、あそちゃんさんは1枚ずつで4枚持っている状態です。カエルです。はい、あそちゃんさんにカエルです。お前もこっちに来いと複数持てと、どういうことでしょうか。カエルじゃないです。カエルじゃない、どうですか。カエルじゃない、当たりました。ネズミは帰ってきてもそこまでリスクではない。はい、なるほどね。だいぶ出てまいりました。場に結構出てきましたね。じゃあ相手のアスタンさん、はい、カエルです。カエルです。もう一度もう一度カエルです。先ほどの一手が奇跡だったのか。カエル、もうさすがにカエルです。さすがにカエルです。おっと、そしてネズミを押し付けていく、うまいプレーだ。これはうまいプレー。さあ2枚になったぞ。もうね、これは誰がドボンしてもちょっとおかしくないぐらいの感じになってきたか。ハルルさんコウモリです。ハルルさんコウモリです。コウモリを押し付けられると厳しいか。あれですね、誰も今のところわからないを使ってませんね。あ、使えという意味ではありません。はい、コウモリです。コウモリじゃないです。コウモリじゃない。おっと、コウモリだった。ハエとコウモリ、飛ぶやつが好きなのか。確かに飛ぶやつが溜まってきているぞ。さてハルルさんどうしましょうか。色とりどりの色とりどりの害虫たちがカード揃ってきています。ネズミです。ハルルさんから逆襲だ。アソちゃんさんにネズミです。これを間違えて本当にネズミだったら痛い。ネズミを防ぐためにこれはネズミです。ネズミです。おー、うまく押し付けた。カエルが2枚、カエルが2枚、ネズミが2枚。アゾちゃんさんも微妙に増えてきている。さあどうなる。京香さん、京香さんにここで、はい、ゴキブリです。考えたが今のはどうだ。ゴキブリです。ゴキブリじゃないです。ゴキブリじゃない。おっと、当ててきた、当ててきましたね。ゴキブリじゃない。まあ1枚目なんでね、あれですけど、ついにアソちゃんさんも5種類ということになりました。さあどうする。ゆうとさん、ゆうとさんにここでもうここでくたばってもらいます。くたばってもらうという強い言葉が出ました。サソリです。サソリなんだ。これはなんでそういうこと言うんですか。いじめよくないですよ。これはサソリだ。サソリですか。サソリです。サソリですか。このカードの中身はなんだ。もしサソリだった場合、すでに3枚持っているゆうとさんどうなるのか。実際サソリだった場合、跳ね返ってきてもちょっとアソちゃんさんも嫌かなというところですね。サソリではない可能性もあるぞ。さあかなり神経を使う場面に来ています。サソリ自体は場に3枚、4枚、5枚出ています。残り3枚、これはサソリだと判断しました。さあどうだ。サソリではない。サソリではないけど、あ、やばい、リーチが2つだ。まあでも、まあまあまあ、クモとサソリ、リーチが2つ。
でもまだ負けてない。勝てばいいんだ。うんとさ。勝てばいいんだ。そうだ。自分の手番だ。勝てば何の問題もないんだ。何枚溜め込もうが、最後に勝てばいいんだ。アウト。あったんか。誰に何を押し付けるか。だいぶ選択肢が増えてきてますよ。まあ、お、これが醍醐味だぞ。パソちゃんさんにカエルです。カエルです。カエルは確かに嫌だ。カエルは確かに嫌だが、実際どうか。これはカエルじゃないです。カエルではない。本当ですか？本当ですか？カエルですよ。でもこれは嘘をついてると踏んで、カエルじゃない、うん、カエルだ。人は信用しろ。怖い。さあ、なんとアソちゃんさんがリーチ一つかかってしまいました。一番遠いかと思われていた。やりましたね、ゆうとさんね。さあ、ではどうしますか。次、誰に何を押し付けるのか。そうですね、じゃあ京香さんに。京香さんに。これはコウモリです。コウモリです。本当にコウモリだった場合、京香さんは結構嫌かなと。コウモリじゃないです。早い。コウモリじゃない。さあ、どうですか。待って待った。何を待った。嫌な予感がするのか。第6巻コウモリですか。これはコウモリです。このくだりを何回も聞いているけど意味があるんだろうか、これは。めっちゃコウモリ。めっちゃコウモリ。じゃあコウモリで。おお、当てていった。まあここはそうですね、返されても大して被害はないのでコウモリ出すっていうのはかなり定石かもしれません。さあ、アソちゃんさん意外と溜まってきたぞ。種類としては1位だね。1番のコレクターに今なってますね。6種類揃えておられる。それだけうまいってことがね。まあそうね、うん、確かに。敵に、じゃあ、ね、ゆうとさんに。さあ、また勝負だ。これはサソリです。サソリ、また来たぞ。サソリです。実際にサソリはどこにあるのかというね、ことですね。まあ、そっちからも。もしかするとこのメンバーの中ではもうこの正体が分かっている人がいるかもしれない、ね、さあ、それを実は全部自分が持っているという人がいる場合は。そうですか。サソリです。じゃあ分かりません。お、ここで分かりませんが発動されました。そうするとゆうとさんだけがその正体を見られる。見た上で他の誰かに仕掛ける。それは何だ。誰にしようかな。誰にしようかな。今ハルルさんを見たがどうか。コウモリを2つと灰を2つ持ってるんですね、ハルルさんね。そうですね。このカードがこれだから。そうですね。意味深だ。演技なのか本当に考えているのか。京香さんはカメムシが3枚、コウモリが2枚、アソちゃんさんはカエルが3枚、ネズミが2枚、状況ですね。そしてユウトさんは自分に跳ね返ってくることも考えないといけない。そっかそっか。さあ、どうする。じゃあ、ハルルさんへ。はい、ハルルさんへ。サソリです。サソリです。うわ、コウモリ2枚持ってるんですもんね。コウモリは2枚意味がわからない。コウモリを2枚持ってるからこれはサソリですという因果関係が全くわかりません。さっきハエがうんぬんとこ、これがユウトさんの持ち味。これはサソリですよね。サソリですよ。これ小さくなったのはどういうことだ。カニかもしれない。カニはいない。このカードがサソリじゃない。サソリじゃない。どうだ。
サソリだ、冒険者だ。やば。すごい、こうなんだろうな、キワキワにいることを利用した。そこまで危険を犯す必要あるのかわからないけど、すごいですね、スリルを楽しんでいるのか。じゃあ、さあ、ハルルさん。カメムシです。はい、京香さんにカメムシです。これはリーチなのか、京香も分かりません、分かりません。発動しました。さあ見ていただいて、さあ見ていただいて、なるほどね、なるほどねと。相手の毒を見ました、今ね。はい、ユートさんにカメムシです。カメムシです。おっと、同じコールですね。そうです。アデルさんが京香さんにしたカメムシですっていうのをそのまま送った形。さあどうでしょう。カメムシは取ってもユートさんは別に構わない。ないね、また本当はこれがサソリとかという可能性もある。という可能性もある。そこまで考えてハルルさんがやっていたんだったらすごい作詞だ。ここまで考えないと思うんですよね、さすがにね。だってここサソリもクモも揃ってないわけだから。そうですね。ただもうね、自分が持ってる手札も少ないんですよね。そうだから出せないという可能性もあるんですよ。それしか出せないみたいな可能性もある。それがサソリだという可能性は捨てきれません。クモでもダメ。じゃあ分からない。さらに分からない。これで最後ですね。分からないは最後です。そして自動的にアソちゃんさんに送ることになるが、何だと言って送るのか。そうだな、何にしようかな。うん、サソリサソリときて、サソリはもう2枚しかないんだよ。あとね、場に6枚出てるからね。ネズミ2枚持ってますね。持ってますね。持ってます。持ってますね。あとゴキブリが1枚ですね。ゴキブリが1枚ありますね。で、京香さんがカメムシ3枚持ってて、うん、カメムシってここに言われたここに持ってきた。そうですね。ほうほうほう。カメムシです。今のはどこまでがね、どこまでが何なんだろう。カメムシですよ。わからないな。カメムシだということです。がどうでしょうか。カメムシじゃないです。カメムシじゃない、判断が早い。カメムシだったということで、カメムシ2枚目です。終わりそうで終わらない。みんな食べてる。それぞれしぶとい。手札がなくなるのが先、あーという可能性もあるか。それぞれ何枚ですか今。今は京香さんが手札が8です。ゆうとさんは。私は7枚です。7枚、ハルルさんは9枚、アソちゃんさんは何枚ですか。7枚。おお、意外と少ないですね。あ、そういえばこんなに。そうだそうだ、実はね序盤ほんとね、全然持ってなかったんだけど。さあ、どうしますか。これは、京香さん。京香さんに、はい、カメムシです。カメムシ、カメムシだと。カメムシですか。カメムシでカメムシです。おっと、カメムシじゃない。悲しいな。大盛りもリーチがかかっている。どうしようかな。リーチがかかっていないのが逆にハルルさんだけという状態です、今ね。しかしわからない。すぐに枚数が増えるのがこのゲームの怖いところ。そう。どうしようかな。はい、京香さんどうしますか。誰に何を押し付けるのか。サソリです。サソリですか。ユートさん。サソリですか。ユートさん狙われる頻度が高い。そうですか。サソリです。なんで。そこに理由はあるのか。嫌がらせですか。じゃあ分からない。なるほど、確かにね、サソリですと言いながら雲を押し付けるという可能性もありますので、危険を犯さない今回はね。なるほどね。はい、さあではユートさんは誰に押し付けましょうか。どうしようかな。
で、ハルルさん。さあ、ここでハルルさんにサソリです。サソリです。中身を確認した上でサソリです。サソリです、ね、さあ、どうだ。え、だってサソリ3枚とクモ3枚あるんですか。サソリです。意味がわからない。だからサソリとは断言できない。さっきから説明の因果関係がない。クモさんがこっちに送るんだからサソリ。そう、クモかもしれない。クモかもしれない。でもサソリ。でもサソリ。まあでも最初は強化が出したってことは、そうね、まあこれとこれではないよねみたいなのがあるよね。どれだろうね。カニかもしれない。カニはない。サソリじゃない。サソリじゃない。おどうだ。おー、終わった。あー、終わった。雲が4枚揃ってしまった。お疲れ様でした。ゆうとさんが、今回ね、雲を4枚、予言通り雲をコレクションしてしまいました。ということで、全然台本ないんですけれども、偶然ね、そういうことになってしまいました。ということで、ゴキブリポーカーね、いかがでしたか。ちょっと一人ずつね、感想を聞いていこうかなと思うんですけれども、まあちょっとゆうとさん最後にね、お願いしたいなと思います。あそちゃんさん、どうでしたでしょうか。まあ、いろいろ心理の読み合いっていうのがめちゃくちゃ楽しかったです。はい、読み合いね、いや非常にね面白かったですね。では、はるるさん、いかがでしょう。いや、なんかドキドキハラハラしてすごい楽しいゲームでした。はい、ありがとうございます。ドキドキハラハラしてるテンションではなかったけれども内心、ね、内心ね、はい、そうだよね。はい、京香さん。手札で自爆するものが多すぎて出せるものが少なかったです。あ、最後はじゃあハラハラですね。それこそね、いかがでしたか、やってみて。心理戦って怖いですね。人間って怖いよな。人間怖いよ。さあ、では最後ね、雲を集めて優勝されました、ゆうとさん、ね、雲は好きなんですけど、好きなんですけど、まあ、私を任した人たちはゲームが終わった後に覚えてろよって感じ。はい、ゲームの勝敗を後で云々するのはマナー違反ですよ。ということで、本日のね、ゴキブリポーカー以上となります。ご視聴いただきました皆さん、ありがとうございました。イエーイ。それでは皆さん、どうもお疲れ様でした。失礼します。セブンゴールドからお送りしました。バイバーイ。